N5 完全マスター。今回はみんなの日本語で出てくる数字の基本的な数え方、時間やまた曜日、その言い方を勉強していきます。まずは数字の数え方です。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目。数字の数え方ですが、見てください。2つの数え方がありますが、どちらでもいいです。例えば、0という言葉がありますが、これは英語から来ている読み方です。レイはもともと日本であった数字の数え方ですが、どちらを使ってもいいです。0を使うことが多いですが、どちらでもいいです。0、1、2、3、4、4。この数字は読み方が2つあります。5、6、7、7と7、これも2つ読み方があります。8、9、9、この数字も読み方が2つあります。10、10から先見てください。10と1で11のように読みます。11です。12、13、また同じように2つ読み方があります。14、14、どちらの数え方でもいいですよ。14です。15、16、この数字は2つ読み方があります。17でも17でもいいです。17、18、この数字も9と読むことも9と読むこともできます。19、19、どちらでもいいですよ。20、30、ここから上も同じように数えていきます。例えば20という数字に1を加えると21、22、23のように数えていきます。30、40、50、60、70、70、これも2つ読み方がありますが、どちらでもいいです。70、80、90、100、
200、300。見てください。100と200の次、特別な数え方になります。300となります。400、500、600。ここも特別な数え方になります。6という数字は発音がこう変わります。600です。700、800、900。見てください。600、800。ここが特別ですね。300、600、800。この3つが特に難しいですから、よく覚えてください。1000、2000、3000。この3の3000のここが特別です。1000、2000、3000、特別な読み方ですからよく覚えましょう。4000、5000、6000、7000、8000。さっき600の時はこのここの6の言葉が小さいすになってましたが、1000の時は6000です。8000はやっぱりこの発音ですね。8000、9000、1万です。数字の数え方はこれで終わりです。次は時間の言い方です。時という言い方と分という言葉の言い方です。時の言い方、1からいきます。1時、2時、3時、4時。この数字は4とんを発音していましたが、時間の時は見てください、4時と言います。ここをよく覚えてください。4時、5時、6時、7時、8時、9時。この数字も9と9という2つの言い方がありましたけれど、見てください。9時が正しい言い方です。9時という言い方はありません。9時と言ってください。10時、11時、12時、何時？聞くときにはこのように聞きます。何時ですか？次は分の言い方です。
1の時見てください。1分、分という言い方の1は特別ですから、よく練習してください。1分です。小さいつ、またふがぷという発音になります。1分です。2分、3分、またぷという発音になりましたね。3分です。4分、5分。さっき時間の時で4時という発音でしたが、分の時には4となります。4分、6分、7分、8分。6分と8分、発音に気をつけてください。6分、8分、9分。やはり読み方が違いますね。さっき時間の時には9時と言いましたが、分の時は必ず9と読みます。9分です。10分、10分、これはどちらでも同じ意味です。10分、15分、30分。10分と10分が同じだったように、こちらでも同じように、どちらでもいいです。30分、30分。またもう一つ同じ意味の言い方がこれです。半という言葉です。時間の後に来ます。1時半のように使います。半という言葉です。何分、時間を聞くときこのように言います。何分ですか。最後に曜日の言葉を覚えましょう。曜日の言葉です。日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、何曜日。これは聞くときの言葉です。何曜日ですかのように使います。これで曜日の言い方を終わります。本日これにて終了。また次回。